ステファン・ラズミことヤン・ステファン・ラズミは、ガボンのプロバスケットボール選手。ターキッシュバスケットボールリーグのエフェス・ピルゼン SK に所属している。オゴエ・マリティム州、ポールジャンティ出身。ポジションは、パワーフォワード。203センチメートル、98キログラム。少年の頃はサッカーに夢中で、バスケットボールは14歳になるまでしたことがなかった。 2000年から2003年まで、ガボン代表としてプレーしており、2002年のフィバ、アフリカクラブチャンピオンズカップに出場した。2003年に、いとこが住んでいるボストンに移住した。当初は、NCWA 三部校のエマニュエルカレッジでプレーしていたが、NCWA 一部校の注目を集めるようになり、NCWA 三部校のオールスターゲームに出場した際、 マサチューセッツ大学のコーチに見出された。2003年11月9日、ハーレムグローブトロッターズとのエキシビションで、マサチューセッツ大学の選手として初出場した。この試合で彼は9分間出場し、1得点5リバウンドを上げたが、5ターンオーバーを喫し、チームは68から77で敗れた。2004年1月18日、デューケーン大学戦で、 初先発したが、無得点に終わった。このシーズン、平均3.2得点、3.4リバウンド、アトランティック10カンファレンスのブロックショット部門2位の1.8ブロックショットを上げた。2年時には、全28試合に先発し、カンファレンス2位のブロックショットを記録した。3年時には、全28試合中27試合に先発し、15試合で2桁得点を上げ、 平均10.5得点を挙げた。セントピーターズ大学戦では、21得点、14リバウンド、8ブロックショットとトリプルダブルに2ブロックショット足りない、活躍を見せた。この年、全米3位の平均3.9ブロックショットを挙げて、カンファレンスの最優秀守備選手に選ばれた。四年時の二千六から零七シーズンには、平均三点五得点、点五リバウンド、 5.1ブロックショットを上げて、ブロックショットとリバウンドでカンファレンストップの成績を上げて、カンファレンスの最優秀選手、最優秀守備選手に選ばれた。また AP 通信からオールアメリカンに選ばれた。マサチューセッツ大学の選手が選ばれるのは、1996年のマーカス・ギャンビー以来のことであった。この年、1985から86年の マイケル・アンダーソン、1987から1988年のブライアン・ショー、1993から94年のジェイソン・キット、並ぶ NCWA 大記録となるシーズン4回のトリプルダブルを記録した。大学通算399ブロック、シーズン168ブロック、1試合11ブロックと、それまでマーカス・ギャンビーが持っていた記録を3つ塗り替えた。 2005年のバスケットボールアフリカ選手権にカボーン代表として出場し、平均11.7得点、10.1リバウンド、3ブロックショットを挙げた。2007年の NBA ドラフト二巡全体46位でゴールデンステートウォーリアーズに指名された。マサチューセッツ大学の選手が NBA ドラフトで指名されるのは、1999年の NBA ドラフトでラリー・ケトナーが、 シカゴブルズに指名されて以来のことであった。同年11月8日のダラス・マーベリックス戦で初出場したが、出場は試合終了間際の3.8秒のみであった。11月17日にウォリアーズが DJM ベンガをロースターに入れる際、ウェーバーされた。11月下旬に NBA デベロップメントリーグのロサンゼルス・ディーフェンダーズと契約を結んだ。 2008年3月21日、怪我人の多いマイアミヒートと10日間契約を結んだ。その後、ヒートとの契約がシーズン終了まで延長された。このシーズン、先発4試合を含む15試合に出場し20.2分プレーし、平均5.5得点、3.5リバウンド、1.5ブロックショットを上げた。2008年9月、 アドリアティックバスケットボールアソシエーションの経験、パルチザン・ベオグラードと契約した。ユーロリーグが開幕して3試合経過したところで、ブロックショット、リバウンドでリーグ2いであった。最終的に平均25.5分の出場で10.6得点、6.6リバウンド、1.5ブロックの成績を残した。チームは、PBC チェスカ・モスクワに準々決勝で敗れベスト、8となった。 チームはこの年、セルビアリーグ、コラックカップでも優勝した。2009年7月、アラン・アンダーソンと共に、マッカビテルアビブ BC と契約した。2010年6月8日、足の怪我により、プレイタイムの減っていた、彼はテルアビブから解雇された。2010年7月、ロシアプロフェッショナルバスケットリーグの BC スパルタク、サンクトペテルブルクと契約したが、9月5日に、 解雇された。アメリカに戻った。彼は、ボストンセルティックスのトレーニングキャンプに参加したが、10月20日に、解雇された。D リーグのメインレッドクローズと契約した。しかしスプリングフィールドアーマーとのプレシーズン開幕戦、わずか2分出場したところで足を骨折し、手術を受けた。翌年3月に復帰した。2011年8月、スペインリーガアッコブのオブラドイロ CAAB と、 契約した。2012年7月5日、ボストンセルティックスで NBA サマーリーグに参加することが発表された。同年9月29日、ギリシャ A1 バスケットボールリーグのパナシナイコス BC と契約した。この年、平均1.76ブロック、6.14リバウンドを上げてユーロリーグの最優秀守備選手に選ばれた。彼の活躍もあり、チームディフェンスは リーグ2位の平均69.8失点であった。2013年7月1日、パナシナイコスとの契約を2年を延長した。2014年5月、ユーロリーグのセカンドチームに選ばれた。同年6月12日、パナシナイコスからオプトアウトされた。6月22日、ターキッシュバスケットボールリーグの FS ピルゼン SK と契約した。 ガボンの公用語のフランス語の他に、ミエネ語、英語が話せる。ただし、2003年にボストンに来た際は、英語では、グッドモーニング、グッドアフターヌーンぐらいしか話すことができなかった。ありがとうございます。